外さないはずない、これ重心キャッチ状態なんですけど、この重心キャッチ状態外さない外さないにボールがあればこのようにドロップいくということなので、はい、皆さんタスクゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日はですねゴルフサイエンス的にですね、特にアマチュアプレイヤーの方にやっていただきたい簡単な練習、これをですね、お伝えしたいと思います。チャンネル登録お願いします。まずアマチュアプレイヤーの方の一番ですね欠如している部分というのはですね、やはり重心管理なんですね。重心管理をしていただくためにですね、練習機、スイングメーターなんかをですね開始していますけれども、一般のですねこの通常のゴルフクラブに十分できます。でこれをですねお伝えしたいと思います。まず、ゴルフクラブをですね、このように下支えてるんですけど、この肘を下に向けた形で下から持ってるみたいですね。このように。そうするとですね、ゆりかごのようにこうクラブが使えると思います。この状況のままですね、この感覚のまま少し緩く握っていただいて、こう揺らしていただく。そしてそのまま大きくしていただいて、ただ踏んだりですね。その時にですね、この体サイドの方は、このクラブエネルギーに対してですね、バランスを取ってるだけなので、結構積極的に揺れていきます。これを許容していただいて、そのままインパクトでボンとボールを打つということですね。通常、皆さんもですね、結構の方がですね、アドレスをですね、しっかりと取ろうという意識が強いので、このようにですね、結構上からですね、アドレスをされますが、このように上からグリップを押し込んでですね、アドレスをされます。こうするとですね、いわゆる重心管理がしづらくなります。しっかりと下から握っていただいて、そしてこのような状況のままそのまま淡泊にボールを打っていただく。ゆりかごのようにクラブを扱っていただいて、ということからしていただきますと、ゴルフクラブの重心がですね、管理されている状況のままボールに向かっていくと。感じはですね、どのようなことかということを理解していただくことができます。それをですね、例えば後方から動画を撮っていただくとですね、意外にいいポジションにですね、クラブが降りてきているということが分かると思います。そしてこれをミドルアイアンにしていただいて、同じですね、下から握ってゆりかごのようにクラブを動かしていただくと、このように扱っていただくということですね。これで本当にこのアイアンで言えば、この7番アイアンですけども、この100ヤードぐらいを潜っていただくと思います。ドライバーもですね、同じように、ゆりかごのように扱っていただいて、このように、扱っていただく。まあ、ボールはほとんど基本的にまっすぐ飛んでくれますので、これだいたい100ヤードぐらいを打っていただくと。このように扱っていただくとですね、いわゆるその重心管理を外さない状況の中で、ボールにヘッドを向かっていくとどのような状況になるか。もちろんこれは第一加速などは与えられていませんから、基本的にはクラブをですね若干横押しするエネルギーで、押しエネルギーで入ってくることは若干否めないんですけれども、ただそれよりですね重心管理をですね優先させてクラブを扱うことはどういうことかということは分かっていただけると思います。これはですね、練習場とか、または、ゴルフ場でですね、本当に最初の5、6球、このような形でですね、重心管理をして、しっかりボールを打っていくということですね。これはですね、基本的にゴルフ場でも、練習場でも、最初の10球ぐらいこのようにですね、重心管理をしながらテイクバックをして、重心管理をし続けるということですね、一旦から落とし込んでいただくということはですね、非常に重要だと思います。この練習はですね、基本的にもうこの重心管理そのものですね、これをしっかりときっかりやりきっていただくということで、大概の方はですね、このアドレスがですね、基本、重心を外されていきます。これは多くの場合ですね、このアドレスの時のアームの設定の仕方に結構エラーがあるケースがあるんですね。これ下支えのこのグリップって言いますけど、しっかり下支えのグリップをしていただいて、そして実際はこう揺らしていただく。その間に重心が外れない、外れない。当然これグリップの方が先行しますから、ヘッドは遅れてくるんですけども、重心とヘッドは遅れてきますけども、これが極端に
外れていかない。極端に外れていかないっていうことですね。なので、この外さない外さない、これ重心キャッチ状態なんですけど、この重心キャッチ状態、外さない外さないにボールがあれば、このようになっていくということなので、基本この重心を外さないということはまずどういうことなのか、その時にグリップの中でですね、何が起こっているかということをですね、しっかり感じていただいてスイングをしていただくということがすごい、後々重要になってきますので、これをまずやっていただきたいですね。それをまたさらに大きくしていくというプロセス、これは通常の練習場でもぜひやっていただきたいんですけども、この重心がキャッチされた状況、こういう揺らす状況、これはですね、引っ張るエネルギーが下になっている状況ですね。こういう重心が外れないキャッチ状態のものを作っていただいて、そしてそのまま重心が外れない状況がどういうふうに自分のグリップの内圧で感じるかということですね、ぜひですね、捉えていただきながらスイングを構成していただくということですね、後々非常に重要になってきますので、ぜひやっていただきたいと思います。はい、この重心管理を中心としてはですね、まあ練習していただく後に、もう少しやっていただきたいということがあるとすればですね、まあドライバーでもアイアンでも何でもいいんですけれども、こう重心管理をして、先ほど打たれましたと、でそれに対してその時その重心管理感を持ってですね、この左だけのアームだけで重心管理感を持っていただくんですけど、まあ右手はですね、この左のグリップサイドの方に少し添えていただくだけでいいので、でここでですね、重心管理感を持っていただいて、そしてボールをしっかりヒットできるようなですね、この左サイドのこの処理の仕方を少し考えていただきたいということですね。これはですね、その重心管理をしていただいても、実際このインパクトに向かってですね、このボールとですね、実際にはこのアームの付け根のですね、このクラブ力学的にはこの左の肩に当たります。そしてこの左肩とクラブのヘッドのですね、距離がですね、できるだけ変わらないように処理していただきたいです。この例えばこの重心管理をしていただいても、実際左サイドはですね、どいていかないとですね、このようにボールに当たらなかったり、またはボールの下をくぐってしまうということになるんですね。それはこの若干ですね、このクラブのエネルギーがこちらへ振り出されている部分ですね、この左肩とこのヘッドのですね、距離がですね、縮まってしまうんですね。そうではなくて、しっかりとこの左肩とこのクラブヘッドのですね、距離がですね、キープできるような重心感、こういうですね、左サイドのですね、ちょっと感覚をですね、養っていただくのは非常に有意義なことだと思います。持ち上げます。右手を左のこの後ろ側に添えまして、そのまま重心管理をしながら、このようにですね、左サイドで、どうこのクラブのですね、半径をですね、コントロールしていくかということもですね、実際はかなり重要なところなので、そこも意識していただいて、練習に取り組んでいただければと思います。このワードドリルの意味はですね、まず重心管理ですね。重心管理をテイクバックされると。で、実際、今重心管理をした、この、腰より下のスイングについて今やっていますけども、実際のスイングというのは腰の上にですね、クラブヘッドが行って、そして切り返しがあって、そして第一加速、第二加速というプロセスがあるんですけども、基本的には今の部分につながっていくんですね。なので、ここをですね、しっかりと、まあ、感覚を持っていただく。重心管理をしながら、ボールを打っていくということはどういうことなのかという感覚を持っていただくことって意外に重要なんですよ。なので、さらにこれはですね、そのままアプローチにも行きます。重心管理をしていただく中で、左サイドを、このような形ですね、引っ張って重心管理をして、そしてクラブの行きたい方向をですね、確保して、しかも円のですね、半径を変えないというような状況でクラブを持
使っていただくようになってですね、これが引っ張りながら引っ張り続けたアプローチにつながっていくということなので、これもですね、アプローチのですね基本として使っていただくと思いますので、ぜひ試していただければと思います。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。